猫町、散文詩風な小説、萩原朔太郎。ハエを叩き潰したところで、ハエのものそのものは死にはしない。単にハエの現象を潰したばかりだ。ショーペンハウエル。旅への誘いが次第に私のロマンから消えていった。昔はただそれの表彰、汽車や汽船や見知らぬ他国の町々やをイメージするだけでも心が躍った。しかるに過去の経験は、旅が単なる同一空間における同一事物の移動に過ぎないことを教えてくれた。どこへ行ってみても同じような人間ばかり住んでおり、同じような村や町やで同じような単調な生活を繰り返している。田舎のどこの小さな町でも、商人は店先でそろばんを弾きながら、終日白っぽい往来を見て暮らしているし、管理は役所の中でタバコを吸い、昼飯の際のことなど考えながら、来る日も来る日も同じように、味気ない単調な日を暮らしながら、次第に年老いてゆく人生を眺めている。旅への誘いは、私の疲労した心の陰に、とある空き地に生えた青霧みたいな無限の退屈した風景を映像させ、どこでも同一性の法則が反復している人間生活への味気ない犬猿を感じさせるばかりになった。私はもはやどんな旅にも興味とロマンスをなくしてしまった。久しい以前から私は私自身の独特な方法による不思議な旅行ばかりを続けていた。その私の旅行というのは、人が時空と因果の外に飛翔しうる唯一の瞬間、すなわちあの夢と現実との境界線を巧みに利用し、主観の構成する自由な世界に遊ぶのである。と言ってしまえば、もはやこの上、私の秘密について多く語る必要はないであろう。ただ私の場合は、用具や設備に面倒な手間がかかり、かつ日本で入手の困難なアヘンの代わりに、簡単な注射や服用で済むモルヒネ、コカインの類を多く用いたということだけを付記しておこう。そうした麻薬によるエクスタシーの夢の中で、私の旅行した国々のことについては、ここに詳しく述べる余裕がない。だが大抵の場合、私はカエルどもの群がってる承諾地方や、極地に近いペンギン町のいる沿海地方などを方向した。これらの夢の景色の中では、すべての色彩が鮮やかな原色をして、海も空もガラスのように透明な真っ青だった。覚めての後にも、私はそのビジョンを記憶しており、しばしば現実の世界の中で異様の錯覚を起こしたりした。薬物によるこうした旅行は、だが私の健康をひどく害した。私は日々に憔悴し、血色が悪くなり、皮膚が老衰によどんでしまった。私は自分の養生に注意し始めた。そして運動のための散歩の途中で、ある日偶然、私の風変わりな旅行癖を満足させうる一つの新しい方法を発見した。私は医師の指定してくれた注意によって、毎日家から四五十丁、30分から1時間くらいの付近を散歩していた。しかしその日もやはりいつも通りに普段の散歩区域を歩いていた。私の通る道筋はいつも同じように決まっていた。だがその日に限って、ふと知らない横丁を通り抜けた。そしてすっかり道を間違え、方角をわからなくしてしまった。元来私は磁石の方角を聴覚する感官機能に何かの著しい欠陥を持った人間である。そのため道の覚えが悪く、少し慣れない土地へ行くとすぐ迷子になってしまった。その上私には
道を歩きながら瞑想にふける癖があった。途中で知人に挨拶されても少しも知らずにいる私は、時々自分の家のすぐ近所で迷子になり、人に道を聞いて笑われたりする。かつて私は長く住んでいた家の周りを塀に沿うて何十回もぐるぐると回り歩いたことがあった。方向観念の錯誤からすぐ目の前にある門の入り口がどうしても見つからなかったのである。家人は私がまさしく狐に化かされたのだと言った。狐に化かされるという状態は、つまり心理学者の言う三半規管の疾病であるのだろう。なぜなら学者の説によれば、方角を知覚する特殊の機能は耳の中にある三半規管の作用だということだから。四時はとにかく私は道に迷って困惑しながら、当てずいりょうで見当をつけ、家の方へ帰ろうとして道を急いだ。そして樹木の多い郊外の屋敷町を幾度かぐるぐる回った後で、ふとあるにぎやかな往来へ出た。それは全く私の知らないどこかの美しい町であった。街路は清潔に掃除されて、戸籍がしっとりと梅雨に濡れていた。どの商店も小綺麗にさっぱりして、磨いたガラスの飾り窓にはさまざまの珍しい商品が並んでいた。コーヒー店の軒には花木が茂り、町に日陰のある城主を添えていた。四つ辻の赤いポストも美しく、タバコ屋の店にいる娘さえも杏のように明るくて可憐であった。かつて私はこんな城主の深い町を見たことがなかった。一体こんな町が東京のどこにあったのだろう。私は地理を忘れてしまった。しかし時間の計算から、それが私の家の近所であること、徒歩で半時間くらいしか離れていない、いつもの私の散歩区域、もしくはそのすぐ近い範囲にあることだけは、確実に疑いなく分かっていた。しかもそんな近いところに、今まで少しも人に知れず、どうしてこんな町があったのだろう。私は夢を見ているような気がした。それが現実の町ではなくって、幻灯の幕に映った影絵の町のように思われた。だがその瞬間に私の記憶と常識が回復した。気がついてみれば、それは私のよく知っている、近所のつまらない、ありふれた郊外の町なのである。いつものように、四つ辻にポストが立って、タバコ屋には異病の娘が座っている。そして店々の飾り窓には、いつもの流行遅れの商品が、ほこりっぽくあくびをして並んでいるし、コーヒー店の軒には、田舎らしく造花のアーチが飾られている。何もかも、すべて私が知っている通りの、いつもの退屈な町に過ぎない。一瞬間のうちに、すっかり印象が変わってしまった。そしてこの魔法のような不思議の変化は、単に私が道に迷って方位を錯覚したことにだけ原因している。いつも町の南外れにあるポストが反対の入り口である北に見えた。いつもは左側にある街路の町屋が逆に右側の方へ移ってしまった。そしてただこの変化がすべての町を珍しく新しいものに見せたのだった。その時私は未知の錯覚した町の中である商店の看板を眺めていた。その全く同じ看板の絵をかつてどこかで見たことがあると思った。そして記憶が回復された一瞬時にすべての方角が逆転した。すぐ今まで左側にあった往来が右側になり、北に向かって歩いていた自分が南に向かって歩いていることを発見した。その瞬間、磁石の針がくるりと回って、東西南北の空間位置がすっかり逆に変わってしまった。同時に
すべての宇宙が変化し、減少する町の城主が全く別のものになってしまった。つまり前に見た不思議の町は、磁石を反対に裏返した宇宙の逆空間に実在したのであった。この偶然の発見から、私は故意に方位を錯覚させて、しばしばこのミステリーの空間を旅行し回った。特にまたこの旅行は、前に述べたような欠陥によって、私の目的に都合が良かった。だが普通の健全な方向知覚を持っている人でも、時にはやはり私と同じく、こうした特殊の空間を経験によって見たであろう。例えば諸君は、夜遅く家に帰る汽車に乗ってる。はじめ停車場を出発したとき、汽車はレールをまっすぐに東から西へ向かって走っている。だがしばらくするうちに、諸君はうたた寝の夢から覚める。そして汽車の進行する方角が、いつの間にか反対になり、西から東へと逆に走ってることに気がついてくる。諸君の理性は決してそんなはずがないと思う。しかも知覚上の事実として、汽車は確かに反対に諸君の目的地から遠ざかってゆく。そうしたとき、試みに窓から外を眺めてみたまえ。いつも見慣れた途中の駅や風景やが、すっかり珍しく変わってしまって、記憶の一片さえも浮かばないほど、全く別の違った世界に見えるだろう。だが最後に到着し、いつものプラットホームに降りたとき、初めて諸君は夢から覚め、現実の正しい方位を認識する。そして一旦それが分かれば、初めに見た異常の景色や事物やは、何でもない平常通りの見慣れたつまらないものに変わってしまう。つまり一つの同じ景色を、はじめに諸君は裏側から見、後には平常の習慣通り、再度正面から見たのである。このように一つのものが視線の方角を変えることで、二つの別々の面を持っていること、同じ一つの現象がその隠された秘密の裏側を持っているということほど、メタフィジックの神秘を包んだ問題はない。私は昔子供の時、壁にかけた額の絵を見て、いつも熱心に考え続けた。一体この額の景色の裏側には、どんな世界が秘密に隠されているのだろうと。私は幾度か額を外し、油絵の裏側を覗いたりした。そしてこの子供の疑問は、大人になった今日でも、長く私の解き難い謎になってる。次に語る一つの話も、こうした私の謎に対して、ある回答を暗示する鍵になってる。読者にしてもし、私の不思議な物語からして、事物と現象の背後に隠れているところの、ある第四次元の世界、景色の裏側の実在性を仮定しうるとせば、この物語の一切はレアールである。だが諸君にして、もしそれを仮想し得ないとするならば、私の現実に経験した次の事実も、所詮はモルヒネ中毒に中枢を侵された一詩人の、取り留めもないデカダンスの幻覚にしか過ぎないだろう。とにかく私は勇気を振るって書いてみよう。ただ小説家でない私は、脚色や趣向によって読者を面白がらせる術を知らない。私の成し得ることは、ただ自分の経験した事実だけを報告の記事に書くだけである。その頃私は北越地方の K という温泉に滞留していた。9月も末に近く、彼岸を過ぎた山の中では、もうすっかり秋の季節になっていた。都会から来た避暑客は、すでに皆帰ってしまって、後には少しばかりの湯治客が、静かに病を養っているのであった。秋の日陰は次第に深く、旅館のわびしい中庭には、
木々の落ち葉が散らばっていた。私はフランネルの着物を着て、一人で裏山などを散歩しながら、所在のない日々の日課を過ごしていた。私のいる温泉地から少しばかり離れたところに、三つの小さな町があった。いずれも町というよりは村というほどの小さな部落であったけれども、その中の一つは相当にこじんまりした田舎町で、一通りの日常品も売っているし、都会風の飲食店なども少しはあった。温泉地からそれらの町へはいずれも直通の道路があって、毎日定期の乗り合い馬車が往復していた。特にその繁華な夕町へは小さな軽便鉄道が敷設されていた。私はしばしばその鉄道で町へ出かけて行って買い物をしたり、時にはまた女のいる店で酒を飲んだりした。だが私の実の楽しみは、軽便鉄道に乗ることの途中にあった。そのおもちゃのようなかわいい汽車は、落葉樹の林や谷間の見える山階やをうねうねと曲がりながら走っていった。ある日私は軽便鉄道を途中で下車し、徒歩で夕町の方へ歩いていった。それは見晴らしの良い峠の山道を、一人でゆっくり歩きたかったからであった。道はレールに沿いながら、林の中の不規則な小道を通った。次々に秋草の花が咲き、赤土の肌が光り、切られた樹木が横たわっていた。私は空に浮かんだ雲を見ながら、この地方の山中に伝説している古い皇妃のことを考えていた。概して文化の程度が低く、原始民族のタブーと迷信に包まれているこの地方には、実際いろいろな伝説や皇妃があり、今でもなお多数の人々は真面目に信じているのである。現に私の宿の女中や近所の村から湯治に来ている人たちは、一種の恐怖と嫌悪の感情とで、私に様々なことを話してくれた。彼らの語るところによれば、ある部落の住民は犬神に疲れており、ある部落の住民は猫神に疲れている。犬神に疲れた者は肉ばかりを食い、猫神に疲れた者は魚ばかり食って生活している。そうした特異な部落を称して、この辺の人々は月村と呼び、一切の交際を避けて忌み嫌った。月村の人々は年に一度月のない闇夜を選んで祭礼をする。その祭りの様子は彼ら以外の普通の人には全く見えない。稀に見てきた人があってもなぜか口をつぐんで話をしない。彼らは特殊の魔力を有し、書院のわからぬ莫大の財産を隠している。などなど。こうした話を聞かせた後で、人々はまた追加していった。現にこの種の部落の一つは、つい最近までこの温泉場の付近にあった。今ではさすがに解消して、住民はどこかへ散ってしまったけれども、おそらくやはり、どこかで秘密の集団生活を続けているに違いない。その疑いない証拠として、現に彼らの奥ら、魔人の正体を見たという人があると。こうした人々の談話の中には、農民一流の顔面さが主張づけられていた。嫌でも王でも、彼らは自己の迷信的恐怖と実在性とを私に強制しようとするのであった。だが私は別の違った興味でもって、人々の話を面白く傾聴していた。日本の諸国にあるこの種の部落的タブーは、おそらく風俗習慣をことにした外国の移住民や帰化人やを、先祖の氏神に持つ者の子孫であろう。あるいは多分、もっと確実な推測として、キリシタン州徒の隠れた集合的部落であったのだろう。しかし宇宙の間には、人間の知らない数々の秘密がある。
ホレーシオが言うように、リチは何事をも知りはしない。リチはすべてを常識化し、神話に通俗の解説をする。しかも宇宙の隠れた意味は常に通俗以上である。だからすべての哲学者は彼らの球技の最後に来て、いつも詩人の前に兜を脱いでる。詩人の直覚する超常識の宇宙だけが真のメタフィジックの実在なのだ。こうした詩意にふけりながら、私は一人秋の山道を歩いていた。その細い山道は経路に沿うて林の奥へ消えていった。目的地への道標として、私が唯一の頼りにしていた汽車のレールは、もはやどこにも見えなくなった。私は道をなくしたのだ。迷子。瞑想から覚めた時に、私の心に浮かんだのは、この心細い言葉であった。私は急に不安になり、道を探そうとして慌て出した。私は後へ引き返して、逆に最初の道へ戻ろうとした。そして一層地理を失い、多岐に分かれた迷路の中へ、抜き差しならず入ってしまった。山は次第に深くなり、小道は茨の中に消えてしまった。虚しい時間が経過していき、一人の木こりにも合わなかった。私はだんだん不安になり、犬のように焦燥しながら、道を嗅ぎ出そうとして歩き回った。そして最後に、ようやく人馬の足跡のはっきりついた、一つの細い山道を発見した。私はその足跡に注意しながら、次第に麓の方へ下っていった。どっちの麓に降りようとも、人家のあるところへ行きさえすれば、とにかく安心ができるのである。幾時間かの後、私は麓へ到着した。そして全く思いがけない意外の人間世界を発見した。そこには貧しい農家の代わりに、繁華な美しい町があった。かつて私のある知人がシベリア鉄道の旅行について話したことは、あの満目荒涼たる無人の荒野を汽車で幾日も幾日も走った後、ようやく停車した沿線の一小駅が世にもにぎわしく繁華な都会に見えるということだった。私の場合の印象もおそらくはそれに類した驚きだった。麓の広い平地へかけて無数の建築の家屋が並び、塔や鐘楼が火に輝いていた。こんな辺鄙な山の中にこんな立派な都会が存在しようとは容易に信じられないほどであった。私は幻灯を見るような思いをしながら次第に町の方へ近づいていった。そしてとうとう自分でその幻灯の中へ入っていった。私は町のある狭い横丁から体内巡りのような道を通って繁華な大通りの中央へ出た。そこで目に映じた市街の印象は非常に特殊な珍しいものであった。すべての軒並みの商店や建築物は美術的に変わった風情で意匠され、かつ町全体として集合美を構成していた。しかもそれは意識的にしたのでなく、偶然の結果からして年代の錆がついてできてるのだった。それは古画で奥ゆかしく、町の古い過去の歴史と住民の長い記憶を物語っていた。町幅は概して狭く、大通りでさえもようやく二三軒くらいであった。その他の小道は軒と軒との間に挟まれていて、狭く入り込んだ路地になってた。それは迷路のように曲折しながら、石畳のある坂を下に降りたり、2階の張り出した出窓の陰で暗くトンネルになった道をくぐったりした。南国の町のようにところどころに茂った花木が生え、その付近には井戸があった。至るところに日陰が深く、
町全体が青木の影のようにしっとりしていた。小家らしい家が並んで、中庭のある奥の方から甘雅な音楽の音が聞こえてきた。大通りの街路の方にはガラス窓のある洋風の家が多かった。理髪店の軒先には紅白の丸い棒が突き出してあり、ペンキの看板にバーバーショップと書いてあった。旅館もあるし、洗濯屋もあった。町の四つ筋に写真屋があり、その気象台のようなガラスの家屋に秋の日の青空がわびしげに映っていた。時計屋の店先には眼鏡をかけた主人が座って、黙って熱心に仕事をしていた。町は人手でにぎやかに雑踏していた。そのくせ少しも物音がなく、甘雅にひっそりと静まり返って深い眠りのような影を引いていた。それは通行する人以外に物音のするシャバの類が一つも通行しないためであった。だがそればかりでなく、群衆そのものがまた静かであった。男も女も皆上品で慎み深く、天下でおっとりとした様子をしていた。特に女性は美しく、しとやかな上にコケティッシュであった。店で買い物をしている人たちも、往来で立ち話をしている人たちも、皆が行儀よく、会長の取れた低い静かな声で話をしていた。それらの話や会話は、耳の聴覚で聞くよりは、何かのある柔らかい触覚で、手触りに意味を探るというような趣だった。とりわけ女の人の声には、どこか皮膚の表面を撫でるような、甘美でうっとりとした魅力があった。すべての物象と人物とが影のように往来していた。私が初めて気づいたことは、こうした町全体のアトモスフィアが非常に繊細な注意によって人為的に構成されていることだった。単に建物ばかりでなく、町の気分を構成するところの全神経がある重要な美学的意象にのみ集中されていた。空気のいささかな動揺にも、対比、均整、調和、平衡などの美的法則を破らないよう、注意が隅々まで行き渡っていた。しかもその美的法則の構成には、非常に複雑な微分数的計算を要するので、あらゆる町の神経が、非常に緊張しておののいていた。例えばちょっとした調子外れの高い言葉も調和を破るために禁じられる。道を歩くときにも、手を一つ動かすときにも、物を飲食するときにも、考え事をするときにも、着物の柄を選ぶときにも、常に街の空気と調和し、周囲との対比や均整を失わないよう、デリケートな注意をせねばならない。町全体が一つの薄い針で構成されてる危険な壊れやすい建物みたいであった。ちょっとしたバランスを失っても家全体が崩壊してガラスが粉々に砕けてしまう。それの安定を保つためには微妙な数理によって組み立てられた支柱の一つ一つが必要であり、その対比と均整とでかろうじて支えているのであった。しかも恐ろしいことには、それがこの町の構造されている真の現実的な事実であった。一つの不注意な失策も彼らの崩壊と死滅を意味する。町全体の神経はそのことの危惧と恐怖で張り切っていた。美学的に見えた町の意匠は単なる趣味のための意匠でなく、もっと恐ろしい切実の問題を隠していたのだ。初めてこのことに気がついてから、私は急に不安になり、周囲の充電した空気の中で、神経の張り切っている苦痛を感じた。町の特殊な美しさも、静かな夢のような感弱さも、かえってひっそりと気味が悪く、何かの恐ろしい秘密の中で、暗号を交わしているように感じられた。
なぜかわからない、ある漠然とした一つの予感が、青ざめた恐怖の色で、忙しく私の心の中を駆け回った。すべての感覚が解放され、物の微細な色、匂い、音、味、意味までが、すっかり確実に知覚された。あたりの空気には、獅子のような臭気が充満して、気圧が刻々に高まっていった。ここに現象しているものは、確かに何かの協調である。確かに今、何事かの非常が起こる。起きるに違いない。町には何の変化もなかった。往来は相変わらず雑踏して、静かに音もなく、天下な人々が歩いていた。どこかで遠く、呼吸をこするような低い音が、悲しく連続して聞こえていた。それは大地震の来る一瞬前に、平常と少しも変わらない町の様子を、どこかで一人が不思議に怪しみながら見ているような、恐ろしい不安を内容した予感であった。今、ちょっとした弾みで一人が倒れる。そして構成された調和が破れ、町全体が混乱の中に陥ってしまう。私は悪夢の中で夢を意識し、目覚めようとして努力しながら、必死にもがいている人のように、恐ろしい予感の中で焦燥した。空は透明に青くすんで、充電した空気の密度はいよいよ刻々に高まってきた。建物は不安に歪んで、病気のように痩せ細ってきた。ところどころに塔のようなものが見え出してきた。屋根も異様に細長く、痩せた鶏の足みたいに、変に骨張って奇形に見えた。今だ、と恐怖に胸を動悸しながら、思わず私が叫んだとき、ある小さな黒いネズミのような動物が、町の真ん中を走っていった。私の目には、それが実によくはっきりと映像された。何かしら、そこにはある異常な、唐突な、全体の調和を破るような印象が感じられた。瞬間、万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。だが次の瞬間には、何人にも想像されない、世にも奇怪な、恐ろしい異変児が現象した。見れば町の街路に充満して、猫の大集団がうようよと歩いているのだ。猫、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 猫。どこを見ても猫ばかりだ。そして家々の窓口からは、ひげの生えた猫の顔が、額縁の中の絵のようにして、大きく浮き出して現れていた。戦慄から私はほとんど息が止まり、まさに混沌するところであった。これは人間の住む世界でなくて、猫ばかり住んでる町ではないのか。一体どうしたというのだろう。こんな現象が信じられるものか。確かに今、私の頭脳はどうかしている。自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。私自身の宇宙が意識のバランスを失って崩壊したのだ。私は自分が怖くなった。ある恐ろしい最後の破滅がすぐ近いところまで自分に迫ってくるのを強く感じた。戦慄が闇を走った。だが次の瞬間、私は意識を回復した。静かに心を落ち着けながら、私は今一度目を開いて事実の真相を眺め返した。その時もはや、あの不可解な猫の姿は私の視覚から消えてしまった。町には何の異常もなく、窓はガランとして口を開けていた。往来には何事もなく、退屈の道路がしらっちゃけてた。猫のようなものの姿はどこにも影さえ見えなかった。そしてすっかり状態が一変していた。町には平凡な商家が並び、どこの田舎にも見かけるような、
疲れた埃っぽい人たちが白昼の乾いた街を歩いていった。あの怖く的な不思議な街はどこかまるで消えてしまって、カルタの裏を返したようにすっかり別の世界が現れていた。ここに現実しているものは普通の平凡な田舎町。しかも私のよく知っている、いつもの夕町の姿ではないか。そこにはいつもの理髪店が客の来ない椅子を並べて白昼の往来を眺めているし、さびれた町の左側には売れない時計屋があくびをしていつものように戸を閉めている。すべては私が知ってる通りの、いつもの通りに変化のない田舎の単調な町である。意識がここまではっきりしたとき、私は一切のことを了解した。愚かにも私は、また例の知覚の疾病、三半規管の喪失にかかったのである。山で道を迷ったときから、私はもはや方位の観念を喪失していた。私は反対の方へ降りたつもりで、逆にまた夕町へ戻ってきたのだ。しかもいつも下車する停車場とは全く違った方角から町の中心へ迷い込んだ。そこで私はすべての印象を反対に磁石のあべこべの地位で眺め、上下四方前後左右の逆転した第四次元の別の宇宙、景色の裏側を見たのであった。つまり通俗の常識で解説すれば、私はいわゆる狐に化かされたのであった。私の物語はここで終わる。だが私の不思議な疑問はここから新しく始まってくる。シナの鉄人宗師はかつて夢に胡蝶となり、覚めて自ら怪しみ入った。夢の胡蝶が自分であるか、今の自分が自分であるかと。この一つの古い謎は千古にわたって誰も解けない。錯覚された宇宙は狐に化かされた人が見るのか、理智の常識する目が見るのか。そもそも形而上の実在世界は景色の裏側にあるのか表にあるのか。誰もまたおそらくこの謎を解答できない。だがしかし、今もなお私の記憶に残っているものは、あの不可思議な人外の町。窓にも軒にも往来にも猫の姿がありありと映像していた、あの奇怪な猫町の光景である。私の生きた知覚は、すでに十数年を経た今日でさえも、なおその恐ろしい印象を再現して、まざまざとすぐ目の前に、はっきり見ることができるのである。人は私の物語を霊笑して、詩人の病的な錯覚であり、愚にもつかない妄想の幻影だという。だが私は、確かに猫ばかりの住んでる町、猫が人間の姿をして、街路に群衆している町を見たのである。理屈や議論はどうにもあれ、宇宙のあるどこかで、私がそれを見たということほど、私にとって絶対不悪の事実はない。あらゆる多くの人々のあらゆる嘲笑の前に立って、私は今もなお固く心に信じている。あの裏日本の伝説が公費している特殊な部落。猫の精霊ばかりの住んでる町が、確かに宇宙のあるどこかに、必ず実在しているに違いないということを。以上、猫町、萩原朔太郎でした。ありがとうございました。